私はみんな少しばかり仲間の仕事を効率を適用しています。ここでは、さながらのごときを紹介します。もちさん磁石あれば、ハンマーゴアップグレードをすることができます。ハンマーゴアップグレードは接着剤の折りのその磁石をつけます。外部腕的には必要な空気後の薄ければ、ハンマーの薄切りはぶつけないように、接触場合はサミの使ういいでしょ。パンケーキ焼くの好きな人はケチャップ20を吸って決めてください。ホットドッグマスを注ぐ便利なだけでなく、フライパンの様々な複数的なパターンを作ることができます。このペコのように、もしハサミが切れてしまったら、紙やすりのアルミホールを3枚のしてください。紙用の10回のほど切り込みを入れて、アルミホールを同じように切り込みを入れます。手形よく見つけて、数的ではペッパーなくらい沸騰をできるのですよ。書いた言葉隠したいときはペンで伏せしての背景面の差はただは上の上に他は言葉を書きます。最初の書かれていたら誰もの分からないように。お気に入り靴の靴紐がおかげにしなくなったら、靴紐の先端のならしならない部分の切り取りが自由で木屋さんの映っている熱収縮チューブの2本の切り取ります。このチューブに靴紐を落とし熱を加える。これで靴紐の困って良くなり、機能も回復しました。ゴミ袋もいつまでも入れて指定しているゴミ箱をそこに部分視してください。浸水しゴミ袋傷を守りを液体クルーシュをしてくれます。電気ケトル表面がよげていて、したらはわからないときは、数杯体をボトルをして、数の注ぎます。この波で、水を入れておいでしゅ、電気ケトルをスイッチを入れて、沸騰するまでを待ちます。お酢が遅めでは、すべてもの、電気のケトルチッピンのようになります。朝ベッド後からだれないよときは、目をしっかり閉じて、20秒後に目をひりかります。それ以降はそれほど眠たくはならないでしょ。似たような鍵をたくさん持っていて、いつも感動してしまうという人に、姉からは盗んだいつもきまくいやをその方にします。鍵の洗濯さは持っていけてをしてまきにうなになります。これでは秋が区別のするがないは簡単になります。あなたも子供を乱雑すシャマはうんざりしているかもしれません。バイダンよクリップを用水してスケを上に止めをビデオものように行動のとします。この用意にしてケブルは常に定位置位置なりを便利に使うことができます。フランクフルートは焼くの好きですか？ボノフランクフクロートおしとりの上手のレセン状フクロートはフランフクロを焼くことができます。熱に刺されたらフランフクロート表面5分にモルクのをなしましたら、今度はケチャップとマヨネーズをフランフクロートあえます。愛犬の一緒に食べるのように忘れずに。このビデオを気に入っていただければ、この街をシェアをしてください。次のビデオをもっと多いのしようと思います。